おはようございます。朝6時今板袋から出すのに15時なった瞬間ピキピキってなった今ピキです。腰ピキ、これやばい。この腰ピキってなった時は働けませんので、もう一回寝ます。マカンパギーでございます。寝てました。まただいぶ痛いよ今回。腰これでいただきます。震度2でございます。今日朝ぎっくり腰になってさ、ピキって、ほんで朝サーフィン行こうと思っとってんけど、はいはい、もうやめて、やめた方がいいです。もうじっとしてった。はい、こんにちは。はい、こんにちは。バリ歴史さんのツアーです。はい、はい、私は荻田と申します。はい、スバルタさんが、今日は、もうあの忙しい、いてくれなくてすみませんでした。代わりにとして私は荻田と申します。全然いけてるやん、日本語ね。また下手なので。いや大丈夫なので、了解してお願いします。語りない言葉があったら、間違いがあったらお願いします。はい、今日の予定はどんな感じですか？今日はですね、バリ島の南の方のヌーサドアにあるヌーサスパというところに、インドネシアリトゥアルというトリートメントになって3時間コースですね。お、すごいコースやね。そうですね、3時間コースなので、でその後は車乗って50分ぐらいかかって、はい、ウルワトゥジエの方に向かっています。ウルワトゥジエに6時から7時までケチャクダンス見ることになります。やったー。はい、7時まで演奏して、まあ、ホテルに戻ります。バリ歴史にツアーを利用いただきありがとうございます。はい、到着いたしました。スパでございます。スパ、ムサスパ、はい、こんにちは。3時間コースやりに来ました。ハロー、ムサスパでございます。はい、この18種類の中からオイルを選んでくださいって言われるんですが、ローズマリー、あ、ちょっと匂おう、そう、ね、ジャスミン匂おうわ、サンダルウッドなし、オレンジはボケ防止らしいです。あ、オレンジがいい。オーダーできるんですよこれ。まあ妊娠中とか、まあ、こんなんあるんですけど、あなたはどのマッサージの圧力を好みますか？私、ストロング、強くしてください。あなたが触れられたくない部分は×、あなたがより強いマッサージ収集を受けたい、ここ腰集中でお願いします。ストロング。 Okay, this is green tea body mask and this is green tea body scrub. Okay, and then your oil massage number 3 and number 8 more strong of soft. Thank you. Enjoy your treatment.涼しい、素晴らしい、こんなところでございますよ、これ。はい、じゃあよろしくお願いします。3時間、顔見てください。これシワなくなったんじゃないですか？ちょっと思ったのが、ヒゲ剃ってから来た方が良かったかもしれないね。確かに、もうパックもやってね、気持ちよかったですか？気持ちよかったどんなやったか言いますか？中入ってね、まずたらいに草んばの塩か粗塩で太ももからつま先までまず洗ってもらって、そっからベッドに入ってとかベッドに行ってね、ベッドに寝ますやん。その時に何が起こったか、シンギングボールですよ。シンギングボール3発、ゴーンゴーンゴーン。でまず耳が癒される。耳にふーってなって、その後顔をこう入れた時に、なんと下からアロマオイルですよ。耳ピツーン、気持ちいいなと思った時に、この鼻からアロマオイル、そっからマッサージが始まり、長いなそっからマッサージ始まってね、前と後ろで一回拭いて、その後にあれなんていうの、あれ、ローみたいなやつ、スクラブ
ってバーもうそれも前も後ろもうわーやってのっからジェットバス、またジェットバスでまたあの美味しいお菓子美味しいお菓子とキュウリ水が出てきて、それ終わってから顔ですよ。顔もね3時間やからね、はい、顔もね何ていうの蒸気のやつ、蒸気さスチーム、あスチーム、その後にすごいのが掃除機のちっちゃいやつみたいな、そうなの、ある汚れとか、あとはそうそうそう、ピュだからねめちゃくちゃ綺麗になったんですよ、掃除機のうわ3時間大変気持ちよかったです。いやーめっちゃ気持ちよかったじゃあ移動ですね、はい、お疲れ様でした、はい、今から車を乗ってウルワト寺院に向かってだいたい50分か1時間くらいかかります。結構な時間、はい、下宅ダンスなんですけれども、はい、墓地にステディに入らないといけないので、はい、早めに入ってないと席がないので、早く行きましょう、はい、ウルワト寺院の中に案内します。はい、なんか電車の改札みたいになってるね、すごいな、へー、すごいすごい、あ、すごいすごい、あ、こっちこっちでいいですか、はい、さあ、行きますか、ここ、じゃあ行きましょう、はい、これ頑張っていきましょう、はい、頑張っていきましょう、よし、ウルワトというのが、あの岩の上に建てられたお寺だそうですね。16世紀にアンプクトランというジャワから来た有名なヒンドゥー教の聖者で、命令によってお寺だそうです。神様としてデワルドラという神様を祀っているお寺です。景色がいいぞ、そろそろ始まります。Yeah!
I will say hello. Okay, the first thank you for your coming somebody from Hello India. Yeah. Namaste. Namaste. Acha acha. Acha acha. Kuchi kuchi kutuhai. Tengo que